たまらんな。どうも、鮭男の鮭鳥熊子です。鮭。ということで、本日は、ため鳥でございます。前回ね、ガラスの保護フィルムを紹介したんですけども、本日はこちら、じゃじゃーん。新搭載、ダンバー機能付きペン先、ジョットプロ。まあ何がね、これね、まあ要はタッチペン的なね、これで iPhone とかを操作して、まあパズルとかね、やりたいなと思ってるんですけども、まあこれの何がすごいんだと。まあ例えばパズドラ、あ指でやるとね、どうしてもね、手元がね、こう狂って、ちょっと画面から外れてしまったり、ちょっと指で邪魔で見えなかったりとかあると思うんですけども、こちらがあれば、まあスースーささっとできてしまうと。私以前ね、パズドラの番組出させていただいて、で初めてこのペンを使ってパズルやったらあまりにもやりやすくてびっくりしたんですよね。今回、自分で買って使ってみようかなと思い購入してみました。で、こちらね、じゃあまあ早速開けていきましょう。これね、横に切り取り線があるんですけども。あ、いたいた。よいしょ。さあ、出てきました、こちら。おぉ見て、ピントが合わないけど、このね、先、あ、あった、あった。この先っぽの丸いところで、触るみたいですね。で、キャップもついてます。なんかね、これね、普通のね、タッチペンとは違う、なんか透明ディスク。従来のタッチペンとは異なり、先端に透明ディスクを採用。アイデアはそのまま正確に画面に伝えることができる。透明ディスク。意味はわからない。ボールポイント。透明ディスクが取り付けられた。あ、これのこと？台座みたいな。最初についてたんでこれ外したんですけど。なんか、歯医者さんになったような気分。透明ディスクが取り付けられたペン先はボールポイント式になっていて、最大45度まで傾けることができる。確かに。自由に曲がるよ、これ。心地よい角度で作業を行うことができる。多くのデバイスに対応。静電気式のタッチスクリーン対応で、ほとんどのスマートフォン、タブレットに対応していますと。なるほどね。じゃあ早速、まあ、やっぱね、実際にパズドラで見たいじゃないですか。操作してるところ。今回は、でも直撮りで申し訳ないんですけども、実際にこれ操作してるところを見せたいなと。これこちら見防止がね、これね、ちょっとね、逆に今、使いづらいっていう。で、まあ実際にパズドラやってるところを見せましょう。おお、操作しやすい。で、この透明ディスクを外した状態でやってみましょうか。透明ディスクついてないと反応しないんだ。なぜか。へえ。まあでも、とてもやりやすいです。いいね。ちょ、これでね、パズドラもっと頑張ろうかなと思ってるんで、今後ともパズドラ動画をぜひ応援してください。ということで最後まで見てくれてありがとう。おつくまあきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。